マリア・クリスティーナ橋は、スペイン・サンセバスティアンのウルメア川下流部に架か,かっているアーチ橋。ウルメア川に架かる唯一の橋としてサンタカ・ダリーナ橋があったが、1893年、サンセバスティアンの旧市街からレムフェのサンセバスティアン北駅、闘牛場、自転車競技場に向かうための木造の仮設橋が建設された。しかしその後橋は崩壊して、 目標の通行が禁止された。技師の補正エウヘニオ・リベラと建築家のフリオ・マリア・サッパタの設計によって1904年に当時としては異例の9ヶ月間をかけて鉄筋コンクリート作りの向上的な橋が完成。1905年1月20日、聖セ,セバスティアンの祝祭時にスペイン王室を迎えて開通式を行い毎年夏季を サンセバスティアンで過ごしていた王妃マリア・クリスティーナの名を譲り受けてマリア・クリスティーナ教と命名されたアーチ橋でありアーチ部の間隔は30メートルセーヌ川に架か,かるパリのアレクサンドル・サンセイ橋を模した節中主義の建築である両サイドに2機ずつ計4機設置された全高18メートルの型銭湯が特徴でありそれぞれの型銭湯を囲った彫刻で埋め尽くされている 1985年に改修工事が行われている。ありがとうございます。